高橋博士は、日本の現代音楽作曲家である。京都府生まれ。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等。学校を経て、東京芸術大学音楽学部作曲家卒業。同大学院作曲専攻終了。妻は作詞、作曲、ピアニストの高橋晴美。音楽家の家庭に育ち、幼い頃より、京都教育大学名誉教授の父、常時に、 ピアノとソリフェージュを習う。父とピアノの指定にあった松村貞三と関係が深く、中学生時には松村から紹介された池内智次郎、山田幸樹に指示し、家政学を学んだ。芸大附属高校において野田明之、長富正幸、大学で松村貞三、八代明を、小高順宙、獅子鳥九郎、大学院では眉積敏郎にそれぞれ指示しているが、 学業と別に松村に資縮し教えを受けていた。芸大大学院修了年の1980年、修士修了作品である、新法にア・ラタージカが、日本公共学振興財団、第2回作曲賞に入選。入選2名のもう一方は同じく1953年生まれの、吉松隆氏であった。同年生まれには他に、西村明、菅野義弘、野平一郎がおり、 死の松村や、真由湯積、岩佐ジョージや竹光通ら戦後の核となる1930年前後、生まれの前衛世代以降としては、比較的充実した世代に位置している。その後、1983年に、ハン半やり主公共局が、世界仏教音楽祭コンクール第1位。1987年、弦楽史重奏局が、国際カールマリア・フォンウェーバー室内楽コンクール第1位。 1991年にはシンフォニックカルマが第1回芥川作曲賞を受賞するなど作曲家としての評価を固めていった。出世作であるシンフォーニア・ラタージカは本人の曲目解説にあるように圧倒的なフォルティッシモのユニゾンで始まり音響や旋律による様々なオスティナートが渦巻いていく。圧倒的なオスティナートは 死の松村とその死である、伊福部明の作風を特徴づけるものでもある。また芸大生の頃より、宝生流の音楽師、寺井義雄に支持し20年近くのおの歌いとしまいの稽古を続けていたこともあり、日本の伝統音楽への関心が高く、伝統楽器を取り入れた作品も目立っている。1992年には、オーケストラ・アンサンブル、 金沢移植による、ショートオーケストラのための風、ライオ、作曲、トーオーケストラの特別賞を受賞し、ノートオーケストラのための青湯へ、ノートオーケストラのためのイズツ、ビワトビオラ、オーケストラのための二点の風もオーケストラアンサンブル、金沢のために作曲した。作品は、イッサムワールドミュージックデイズ、ワルソーやメキシコで、オーケストラ曲が入選し演奏されたほか、 六大陸の世界の国々でも様々な曲が演奏され好評を博している。作曲のほか京都アルティガス相談や東京フィルハーモニー交響楽団、オーケストラアンサンブル金沢等を指揮し、東京芸術大学音楽学部や同付属音楽高等学校教諭として長年更新の指導にあたってきたほか名古屋音楽大学特任教授、 大阪芸術大学客員教授として務めると、活発な活動を続けている。ありがとうございます。